ーボレーザーの防衛ラインを維持しろ。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これはなかなかのピンチ、半分まで削れそうではあったんだけれどもってところか。そしてもう一度足止めする。いやこれ怖いのはこのウェーブフェーズを失ったのがどういう流れで失ってるのかが分かんないから、セオリー通りに戦いつつも相手の構成にやられてしまったのか、そもそもセオリーなど使わない我々はオリジナルだみたいな攻め方をした結果うまくいかなかったのかの流れがマジで分かんないんだよな。敵もよく分かんないな。野営地から行ってる、あれか、その左半分の方が残ってた感じか。その最後の爆破の位置がこっちのその制御ステーション側じゃなければ人数が一気に野営地に流れ込むというパターンはあると思うんだけど、野営地を取り戻せ、敵の手に渡しな。ちょっと分からんけども、まあ、野営地は捨てていいんだけど、ただ捨てるには若干時間が早すぎないか。待って、俺しかいなくない？レイヤ姫が支援に来てくれたと。うちのルーク以外味方おらんくない？いや、ルーク捨ててもいいかもしれない。これ多分来てないわ。これ味方来てないな。これセオリーとしては野営地を捨てセオリーは合ってるんだけど、野営地が落とされなんかただ捨てるんじゃもったいないのと、俺多分チームよりもこルークを助けないと多分ルーク殺されちゃうんだよな。これエアリアルもスペシャルフォースだしね。エアリアルもめっちゃ詰めてくるだろうから、ある程度敵の攻撃分散させて注意引いてあげないと多分撤退できないと思う。でもし味方がセオリー通りに守っててステーションの方にいるんだとしたら合流してほしい。この裏取り部隊はちょっかい出すから、ヘイト集めてる間にヘイトを集めてる間に撤退してほしいんだけど、どうなんだろうか。いない！すでに殺されている、すでに殺されている。ただこの間に守りをきちんと固められたかという流れになってこないか。いや裏に結構いるな。どうしようかなこれ。SD 来てんのか？これ SD 用の装備で合ってるのか？まだこのチームとさらに敵のチーム分析が終わる前にかなり。いやレイヤ死んでる。レイヤ死んでて敵2枚中入られている。これきつい。いやこれきついな。やばこれはまずいか。もうあと15人削るかの判断はした方がいいかもね。とにかく削った方がいい。削れば下がるから回復するまで。味方いってるけどあと10人削れそうですか。ターボレーザーコントロールが攻撃を受けてる。ただ味方もセオリータイプではないのかもしれないな。中で守れてるって感じしないもんね。いや俺間に合わないなこれ。これはやばそうな匂いがするね味方。ここを失えばあとは基地しか残らない。結構セオリーでもなさそうだよね。これ味方は破天荒タイプかもしれないことを予測して動いた方がいいのかも。敵もセオリーかと言われると若干いろいろ不明なところは多いよね。結構砂多いしね。ただなんとなくセオリーで守りたいポジションに私が行っ
でも味方があんまりいないんだよね。裏取られてないこれ。あ、裏取られてる。裏取られてるって。これ自由の戦士かもしれない。自由の戦士っぽいな。自由の戦士だと怖いかも。とにかく人がおらんね。とにかく人がおらん。枚数足りてないのか。俺は永遠と SD 警戒してるけど、SD おらんのか。そうはいかん。ダメかもしれん。私がセオリーに囚われすぎてるのかもしれない。ステーションが復旧。次の攻撃に備えた。とりあえずどっち守るか。は決めて戦った方がいいんだけど。おそらく精鋭だ。敵に総員が現れた。まあまあバラバラなんだよね。東ステーションに敵が。まあまあバラバラなんだよな。東全然いないね。いやこれなんか結構バラバラだ。みんなみんな心がバラバラだ。みんな心がバラバラだこれ。急いで向かい。みんな心がバラバラでござる。いやこれ勝つためにはどういう動きが求められてるんだ。私に私にどういう動きが求められてるんだ。この人も結構おかしだと思うんだけどな。まあ1対1は体力が多いから対処してくるのはわかるけど、俺詰めればやれるでしょ。最終防衛に備えろ。100残っちゃった。そうだよね、ボスカーやれるよね。そりゃそうよ。なんかあんまヒーローに詰めてる感もちょっとない感じするんだよな。いや上で守ってても上には来ないと思うぞ。まず上に登られないようにするために入り口を塞いでいこう。とにかく人数を削っていくしかない。ヒーローの体力も削っていくしかないが、すでに右がやばくない。すでに右はやばい。すでに右はやばいぞ。その赤い扉開きません。実はその赤い扉実は開きません。まだ余裕があるうちに裏から行くか。ここも敵に蹴取られてなければ相手の裏を取れるから結構強いと思うんですよ。正面から行った味方は全員やられちゃってるから結構いるな。いや上取られちゃってんの。寒いは寒い。寒いね。ただ敵もそんなにいないからこれ残ってる敵削りたいな。少しでも削っとこうよ。ここどこだっけ。これあれか、左側じゃないか。あ右か、右の後方か。いやそこ弱くない。上取られると結構打ち下ろされてやばい気がする。そうだよね、その裏にいても守りきれないパターンの方が。左はあんま来てないのか。で味方もあれだね、あの固まってないけど敵も固まってなくね。これうるさいところ。オッケーオッケーオッケー。落ちたならいい。上取られて人数削られるのは、まあ、なんか味方もちょっとバラバラな感じしてたけど敵もバラバラだなこれ。分からん。この攻め方、この攻め方は私の教科書にもないな。真ん中押さえに来ると思うんだけど
別に上も取られてないし、この通路に味方は配置されてないにもかかわらず敵も来ていない。帝国軍に増援、味方に逆に行ったかこれ。有利すぎて敵もおかしくなっちゃった。これある程度ヒーロー削れれば、敵が指令センターのデータバンクに不正アクセス。自爆しとるやん自爆しとるやん。ドルクスカイウォーカーが到着したぞ。カイドネは私に気づいていない。そうだね、それ言ってくれるとすげえ助かる。指令センターの信号を妨害した。これなんとかヒーローを削ってこう装備でいけば勝てるパターンじゃない。これセオリーとは全く違うが、なんだ今の動きは。敵がダウンロード開始した。爆弾置いて。バラバラだな。こっちは大丈夫だから逆サイやられないようにというよりかはもう人数を削り切った方がいいや。オッケー、ベイダーをやった。そうだね、あとはまあ単独行動してくるだけだろうから、こう削いでいこうじゃないか。敵の精鋭が現れた、気をつけろ。これでパルパティも終わりだ。何この試合常識をぶち壊してくるな。逆にセオリーに従うことによって私が孤立するというパターンになってしまっていたが、敵はなんか急に最終フェーズになったらバラバラになっちゃったね。なんかさっきまでは結構ねえ一個ずつ、なんていうの、まあ、セオリーとは逆だったかもしれないけど、一個ずつ、こっちをやって、あっちをやってっていう、なんかその団体行動ができてたんだけど、なんか最初の上だけ急にバラバラになるのやめて。敵も味方も全然動きは把握できなかったわ。まあ、最後まであれだった。翻弄されましたわ。敵にも味方にも。というわけでね。やはり、まあ、途中参加はよりね、味方がどういう動きするのか、敵がどういう攻めしてくるのかわかんないから、ちょっと混沌とした感じになりましたけれども、まあ、こういう戦いもあるということでね。セオリーに囚われてはいけないのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。